JJ グランビルはフランスの風刺画家である。本名はジャンイニャスイシュドール・ジェラール。フランスの南東、ナンシーにて細密画家である父ジャンイコール・バチスト・マチアス・ジェラール・グランビルとカトリーヌ・エミリビオの4、男として生まれた。筆名のグランビルは役者をやっていた祖父母の芸名から名付けた。絵についての教えは画家の父から学んだ。21歳の時パリに行き。 レトリビューオレシャンズでラプティプリプライアットと題したリトグラフ集を出版。その後、レメタモーファシースジュジュールで名声を確立する。これは、胴体が人間で首から上が動物で描かれている風刺画の作品集であった。後年、体制に対する風刺画からより幻想的な作風に変化し、花を擬人化した作品集、花の幻想、より幻想的な 別世界などの作品集が残っている。作品、ジャグラー・オブ・ウナ・バーセスは、イギリスのロックバンドクイーンの1991年のアルバム、イニエンドウのジャケットに使われ、このアルバムのアートワーク及びこのアルバムからのシングルには、グランビルのイラストが多数使用された。ありがとうございます。